総理大臣就任後、初めて沖縄を訪問した野田総理。初日に訪れたのは、沖縄戦終焉の地に作られた平和記念公園でした。戦没者の皆様の御霊に祈りを捧げさせていただきました。その後、ひめゆりの塔、改めて戦争の悲惨さと平和の尊さをかみしめさせていただきました。その後訪れた旧海軍司令部号。総理の見つめる石碑には、太田稔司令官が自決寸前まで沖縄県民の将来を憂い、海軍次官宛てに打った電報の内容が刻まれています。県民に対し、後世特別のご後輩を賜らんことを。後世に格別の後輩をというメッセージ。そういう先人たちの沖縄に対する思いを引き継いでいくと、まあ、そういう思いの中で今日はいくつか訪問させていただいた次第であります。翌日、まず訪れたのは沖縄県庁。この移設というときはもう、辺野古はですね、ものすごくやっぱり時間かかると私ども思っておりますから、県外というのがもう私どもの目標になっておりますので、一つ今日はこの点もですね、ぜひきちっとご検討いただきたいと。政権交代以降、県外移設の可能性を追及をし、さまざまな案を検証をさせていただきましたけれども、結果的に現在の日米合意に至りました。このプロセスの間に、一時はじめ沖縄県の皆様に大変ご迷惑をおかけをいたしました。深くお詫びを申し上げたいと思います。そして米軍基地の負担軽減と並んで、内閣の最重要課題である沖縄の振興についても協議。この40年 沖縄自身はもろん道路も空港も港湾もですね、学校も見違えるようにもろんしていただきました。だけどまだあとこれから10年ですね、もう少し今度アジアとの競争の中で、あれできるようにということで、昨日那覇空港に行きまして、アジア太平洋地域のまさに玄関口であるということを、体感をしました。そうですか。沖縄の振興と、そして米軍基地の負担軽減、私どもの政権は具体的に成果を上げて、そして沖縄の皆さんの信頼を取り戻したいと思います。その後、総理はヘリコプターに乗り込み、普天間飛行場、そして辺野古周辺の視察などを行いました。上空から、ずっと見ましたところ、本当にぎっしりとあちこちに基地があるなと。沖縄の皆様に大変なご負担をおかけをしているということを実感をすることができました。具体的にですね、なるべく早い段階で実績を作っていくことによって、ご理解をいただく環境整備をしていきたいと思いますし、その都度沖縄の皆様にも丁寧にご説明をしながら、ご理解を深めていきたいというふうに思っております。